リ。はい、よーい、はい。今日のスプリント練習で、奇数がキックダッシュ、ね、20メーターね、20メートルのキックダッシュ で、偶数が20メートルのスイムダッシュで組んでます。で、これを2分サークルね、2分サークルで8本いってます。今、ちょうど3本目なんで、ね、で、これ、一応、今日は水中でね、水中で、ノーブレスで、で小さく速く、フリーの人は小さく速くね、はい、蹴っていくっていうね、そういうトレーニングで、まあ、無酸素トレーニングも兼ねて、ちょっとやってます。はい。よーい、はい。キックダッシュね。はい。で、偶数スイムダッシュね。はい、ほら60から。はい、10秒前。はい、5秒前。よーい、はい。でさっきのキック力ね、キック力をしっかりとこのスイムにまあちょっと活かしていくっていうね、まあ、そういうちょっとトレーニングも兼ねてるんでね。でこのトレーニングやっていくとね、水中のね、いわゆるアンダーウォーターの、キックとスイム出して組み立てていくと浮き上がりがねすごいスムーズになんか調子よくいくようになってくるんで、まあ、そういってちょっと浮き上がりが調子悪いなっていう人はこういうトレーニングねやってもらうといいと思います。おーい、はい、はい、はい、オッケー。よっしゃ。ほな、堤と大江君変わろうか。堤と大江君交代。60からね。いける。はい、5秒前。よーい、はい。まあちょっとまあ手前のね、翔平はこの水中キックとかが、まあ、どっちかであまり得意ではないので、まあ、その代わりスイムキックが、普通のスイムがね、かなり速いんで、まあ、こういう人は、まあ普通のレースの時でも、なるべく速度に上がってきて、スイムで勝負する方が、まあいいですよね。ターン後とかもね、なるべく、速度に上がってきて、ね、だからドルフィンの回数もちょっと減らして、でなるべく短いところでね、短いところでパンって上がってきて、あとスイムで
勝負する方がまあいいですよね。はい、はい、60からスイムダッシュ。はい、10秒前。はい、5秒前。はい、こう、よーい、はい、はい、行きます。よーい、はい。はい。はい、ご用意、はい。はい、はい、はい、どうした、ほな元戻るか、元戻って、はい、右最後ブレイク、ラストブレイク、2本ブレで行こうか、あ、ブレで行こうか、ほな、あの相馬と交代ね。はい、60から。はい、10秒前。はい、ご用意、はい、はい、はい、ご用意、はい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 、ご用意、はい、はい、ラスト1本ね。で、ラスト1本25いける人は25までね。もうあかん人は20メートルで OK やから。いける。で、ラスト25メートル行ける人は25メートルね。
25メートルね、向こうまでね。はい、ご用意。はい。はい。待て待て。はい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 よ、はい。はい、オッケー。